皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。うん？はい、ここ。うん？はい、スタート。今回のコースは、ほねほね砂漠ですね。この部屋、なかなかの高レート部屋となっています。やっている人にはわかることなんですが、稼げる高レート部屋と稼げない高レート部屋というのがあって、この部屋は間違いなく、全く稼げないゲロまず高レート部屋となっています。基本的に稼げない高レート部屋は、すぐ出るに越したことはないですね。腹が立つだけですからね。さて今日は、いろいろと喋ることを持ってきました。まず一つ目、今週の土曜日、9日の夜9時から、1万5000人記念のマリカー大会をやろうと思いますので、どしどしご参加していただければと思います。直前の告知となっているので、人数の集まりが悪い可能性が高いですが、一応予定通り開催したいと思います。そして二つ目、前回のパートでプレステ2のゲームもできるかもとか喋ったと思うんですが、今すぐにというわけにはいかなそうな感じです。一応接続はできて、画面も映って音も出るんですが、小さいノイズというか、ずっと小さく、という音が聞こえるんですよね。おそらくですが、三色端子の接触が悪いんじゃないかと思います。どうにか近くのゲーム屋さんとか、どっかのジャンク屋みたいなところから、三色端子をゲットして、ノイズがないことが確認できてから、その辺のゲームは動画にしたいという感じですね。それまでは、剣盾をやっていく感じです。小さいノイズくらいなら気にしないよう、という人ももしかするといるかもしれないんですが、おそらく、気になるんじゃないかと思います。ゆっくりをつけたりすると気にならないのかもしれないんですが、少なくともゲーム画面だけでは、気になるという感じです。あとは、マイクで喋ったことをゆっくりが喋ってくれるみたいなのがあって、マリカーとかそれでやれば編集の手間がなくて楽なんじゃね、とか思ったんです。なんで一瞬アイテムを使うのをためらってしまったんや。迷わず使ってれば、間違いなく上の順位に行けてた展開だろこれ。残念。ということで、今回はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。